お願いします。はい。I Love You 語シリーズの編集者の浜崎と申します。で、共産主義インターナショナルっていう、まあ、シリーズもやってるんですけれども、まあ、これは自主管理社会主義かというシリーズで、まあ、なんスピンオフ企画というか、で、まあ、I Love You 語これで3巻完結して、去年の夏ぐらいでしたっけ、始めたの。たのが、で11月ぐらいに出て、で3が、まあ、年をちょっとまたいじゃって、つい最近出ましたけれども、今週ですね、今週。そうですね、発売がだから月曜とかですよね、今週の。そうですね、iPhone が3月の9日とか。まずじゃあいろいろ今日僕が編集者として、著者の皆さんに普段なかなか聞けなかったことが結構あって、ちょっといろいろ質問をかなり用意してきたんですけれども、あ、そうだ、その前にユーゴスラビアグッズをいっぱい持ってきてもらいまして、著者の皆さんに持ってきてもらって、でこれまあ盗まないでほしいんですけれども結構希少なものなんで、でも回して見てもらう分にはいいそうなんで、もしよかったら手に取って回して見てみてください。チョコレートは回してますけど、1個ぐらいなくなってても大丈夫だ、一応食べられるんですけど、人数分はないらしいんで、昨日僕食べましたんで大丈夫ですよ、10個ぐらいあるんで。これ確かアイラブユーゴ3出てきますね。そう、3にですね、一応出てきて、バイアデズラというクラーチャのクラーシというカメラさんがお書きになったことですよね。ああ、ちょっとあるかな。まあそれはともかく、確か僕カメラさんが最初の打ち合わせにいらっしゃらなくて、最初の打ち合わせは他の男の3人とやって、ベースボールカフェで、でカメラさんのなんかイメージがボクサーのカメラと岡田真澄のスターリンのイメージがすごいダブっててなんかどういう人なのかなと思って、でも画像では見れないし、でそれでその後駒場で一回初めてお会いしたんだ。でその時、あ、こういう人なんだと思って結構びっくりしたし、すごいびっくりしましたって初対面の時言われて、なんだろうと思ってたらそうそうそう、名前のイメージだったっていう、なんだっけ、植物物語の人に似てるっていうあとI Love You 語2に出てくるスチュアーデスに結構似てると思って、そうそうそう、で PDF の構成してる時にこれカメラさんに似てますねって言ったら、ありがとうございますコメントに書いてある。あと今日一人ちょっとね来れなくて、そうです、ね、残念残念ですが、今ユーゴスラビアに渡航されていまして、そうそう、もう一人の同志が、あ、まあ、ユーゴには行ってないですけどちょっとお仕事の関係で夜どうしても来れないということで、百瀬良治さんです。で、そうだそうだ、じゃあまあいろいろ質問あるんですけど、自己紹介を。あ、そうだそうだ、自己紹介一応、誰が誰だか分かっていらっしゃる方もいるような感じもしますが、分かってらっしゃらない方もいるような気もする、うん、やっぱり外見でこうやって見るのは初めてだと思うんでね、ツイッターとかでやり取りしてても、逆に日々やり取りしてる方が、あ、こういう人なんだって、こっちも逆に今日知ったっていうのも結構ありましたし、まあ、それ非常に恥ずかしいですね、中の人がバレる今ここに話してる方が百瀬良治さんです。はい、百瀬と申します。違いますよ、鈴木健太です第1課の一応戦闘員、はい、で、まあ、亀田さん、亀田真澄です、よろしくお願いします。山崎貴一と申します、よろしくお願いします。全員東大の博士課程出身で、ただプロパーの方は亀井さんだけか。あ、山崎さんもう最初から東大ですか、学部から。ああ、それは百瀬さんが京大でしたっけ、それはすごいな。鈴木さんが外語大、そうそうそう、最初鈴木さんはなんだっけ、スペイン語学科かなんかじゃなかったっけ。はい、そうです、入学して最初はスペイン語を勉強しておりました。じゃあなんで皆さんに聞きたいんですけど、まあ一回僕は聞いてるけど、あ、でも山崎さん聞いてない、なんでユーゴスラビア研究を始めて志したんでしょうか。じゃあ、まあ、はい、端的に、僕はですね、最初その先ほどご紹介いただいたスペイン語を勉強したんですけど、もともと僕まあ
アイラブユーゴ3巻いずれも同じプロフィールになってますが、あの最後の後書き、あと著者紹介を、まあ、お読みになった方は少し分かるかもしれないですけど、名古屋出身ということもあってですね、で僕小さい頃、まあ、小学校中学校の時サッカーが興味があって、でそこであのドラガン・ストイコビッチという、まあ、サッカー選手に、まあ、名古屋のファンでいろいろ応援して、まあ、その選手を好きになってですね、その人を、まあ、きっかけにしてユーゴスラビアという国にとか地域に興味を持ったっていうのがありますね。だからそれが、まあ、最初のきっかけになります。なるほど。サッカーから入る人はかなり多いみたいですね。そうですね、まあ、それだけやっぱりストイコビッチとか、まあ、最近ですとオシムであるとか、あと、まあ、最近取り出されたハリルホイッチとか、サッカー関係で旧ユーゴスラビア地域とのつながりが多かったりするので、そういう中でも、まあ、一人でやるというところです。いや、僕あのサッカーっていうかスポーツ全般好きじゃないから、なんかそうユーゴの話するとサッカーの話持ってかれると結構なんかイラってきちゃってまあそれはともかく、そう、それは第2回では大変失礼いたしました。スポーツ尽くしのところもあります。僕があのユーゴにハマったっていうか、ユーゴっていうかアルバニアがすごい好き でアルバニアを知る上で、アルバニアの方やったんですけど、アルバニアを知る上でやっぱコソボとかユーゴすごい密接に関係あるから、だからそこから興味が出てきたっていうのは僕の個人的な体験ですけども。じゃあ、あのカメラさん。私はもともとロシアのことを研究していて、ロシア演劇とかやってたんですけれども、その後、まあ、もうちょっと違うスラブ地域のこともやりたいなと思って、で旅行しててクロアチアすごい気に入っちゃって、この辺行きたいなと思って、そのままいろいろやっているうちに、まあ、クロアチアに留学することになって、その時はまだ演劇とかやろうかなと思ってたんですけれども、あの、まあ、共産主義プロパガンダってすごく面白いなと思ったんですね。でソ連の方はまあ一応そのロシアのこと、ロシアのアバンギャルド演劇なんかやっていたので、ある程度知っていたですけれども、それであの比べた時にユーゴって全然違うなって、まあ、同じことをスローガンとしては言ってるんだけれども、なんか緩いんですね。でなんかみんなで楽しんでやってるような雰囲気がなんか伝わってきて、その違いってどういうことなんだろうと思ったのがきっかけで、まあ、私はユーゴ研究というかソ連と両方あの比較研究という形でやってるんですけれども、そういうきっかけでやり始めて、まあ、健太さんに誘われて、まあ、あの、はい、やることになりました、ね、確かあの図書新聞かなんかでホームステイを誰かキルギス人かなんかをウズベク人を受け入れて、でそこからじゃあそういう、まあ、ユーラシアとかそういうのに。そうです、私が小さい時になんか父親の仕事の関係で、はい、ウズベク人がものすごい大量に家に来たっていうことがあって、でもみんなもうすごい大きいし、もうなんか全然英語も通じないし、あどうしようと思ったんですけど、それがすごい、はい、そのまあ彼らの発する匂いとかがすごいエキゾチックに思えて、なんだこの地域はということで、でまあ彼らがなんかとりあえずダーダーとか言ってるのを聞いてなんかすごい面白そうな言葉だなというのはあって、はい、それはすごい貴重なっていうか珍しいですね。ですね。なるほど。山崎さんはなぜ言うことに関心を持ったんでしょうか。はい、ですね、著者紹介のところにもちょっと書いたんですけど、いくつか理由はあるんですけれども、一番大きな理由だと、自分で思っているのは、昔中学生高校生ぐらいの時にですね、石の花っていう、まあ、ご存知の方は多分ご存知だと思うんですが、漫画を読んだことがありまして、おそらくこの本屋さんどっかに売ってると思いますので関心を持った方はぜひ、買って帰っていただければと思いますが、その第二次世界大戦中のユーゴスラビアのパルチザンを扱った、まあ、すごく日本では異色だと思うんですが、漫画、坂口幸さんという方が書かれたんですが、まあ、それを読んだのが最初のきっかけです。で、まあ、その後、まあ、大学に入ったりした後ですね、まあ、内戦が起こったりとかいろんなことがあって、まあ関心が強化されたっていうことはありますけれども、まあ、きっかけは、そんな感じでした。なるほど。百瀬さんどういうきっかけなんでしょうかね。山崎さんと確か同じ高校で同じ学年でしたっけ。いや、ですね、学年がねちょうど、4つ違いだと思うので、はい、重なってはいないんですが、大学院に彼が入った時になんか話をしてみると、百瀬っていうのは私長野県の出身なんですが、私の実家の近くで割と多い名字で、なんですけれども、っていうふうに話をしていたら、あれ高校がどうそうだっていうことが、その時に判明して、まあ、そのだからそれまでは全く知り合いではなかったんですけれども、はい、そんなきっかけがありました。で、まあ、彼が、どうして、ユーゴをやることになったのか、どうですか。あんまちゃんと僕よく聞いたことないですけど、おそらくは
まあ、世代的にですね、一番その中学校高校の時に確かユーゴの90年代初頭の内戦とか紛争があるので、それがかなり大きな意味を持ったみたいな話をうっすらと聞いた覚えがあるんですよ。ちょっとそれはまあ、あまりこれ以上喋ると形成されているのでまあでも確かに、まあ、我々30代、まあ、全般ですけど、後半、まあ、30代ですけど、あの頃ユーゴスラビアっていう国も本当に内戦でその民族紛争でもうかなり悲惨なイメージがすごいあったけれども、まあ、アイラブユーゴ見てもらうと、その、まあ、最後の末期の頃は本当に悲惨だけど、それよりも前はかなりなんていうかな、まあ、地中海のなんか日差しがすごい、まあ、なんていうか、あったかい、まあ、鮮やかなカラフルな国なんだなっていうイメージがすごいあって、もう日本で出てるユーゴ関係の本ってやっぱテキストがベースで、あとは理論的な本ばっかで、まあ、自主管理社会主義とかの、そういう中でこういうビジュアル的な、イメージを使って、で当時の生き様を紹介するっていうのはあんまやっぱなかなかなかったから、まあ、そういう点では結構、まあ、オリジナリティのある企画だったんじゃないかなとは思ってるんですけど、この I love ユーゴはどういう、経緯で始まったんでしょうかっていうのは僕知ってますけどいいですよ、お話いただいても。いや、実はこれ、まあ、署名は言わないけど、確か鈴木さんにもう9年ぐらい前ですかね。そう、最初に知り合ったのが、まあ、2006年とかだったと思いますが、そうそう、で鈴木さんがベオグラードに留学されてる時にちょっとまた別のある企画でお願いしようと思って、ただそれがなかなか、まあ、僕の企画の依頼の仕方もちょっとおかしかったんですけど、結局、まあ、膠着状態に陥って、で自然消滅仕掛けて、でしばらくお互い音信不通になったんだけど、で鈴木さんが日本に帰りますっていう時にやり取りしたんだっけ。そうですね、でそこら辺から、まあ、ユーゴスラビアのことを、まあ、最初の企画は、まあ、ユーゴっていうことではなくてもうちょっと個別の国だったんですけども、まあ、ユーゴスラビアっていうのも面白いというふうに浜田さんが、その前に偽ドイツって本を僕がやったんです。そうですね、でそれも共産主義インターナショナルの一環で、まあ、こういう形でその当時の、まあ、雑誌とか写真とかを紹介しながらやるっていう、共産主義風にやり直せば結構いいんじゃないかなっていうふうに相談したら、あ、それはいいですよって言って、それ で, そ, で、ね、それでまあ、リセットして一からやってっていう感じでスタートしたんですよね。そうです、で、まあ、お話いただいてですね、で、まあ、ただ僕一人でですねユーゴスラビアを書くというか、まあ、背負うのは非常に重くてですね、これはもう一人じゃ支えきれないなというのはもう最初お話いただいては感じて、そこからまあやっぱりそれぞれ、いろんなものが詰まった、まあ、45年という歴史を持つ国ではあるので、まあ、それをまあいろん僕一人じゃなくていろんなまあ同僚というかですね、そういう中から解きほぐしていった方がよりまあ本としても面白くなるんじゃないかなというところで、まあ、その話をいただいてすぐにまあ、ここに並んでいらっしゃる亀田さんや山田さんやあと桃瀬さんに声をおかけさせていただいて、で、まあ、大体2つ返事って言っていいんですかね。1つ返事メールですか。最初はメールですね。しっかり確か覚えているのは、僕基本的にメール長いんですけれども確かに、まあ、皆さん視聴されてるんで非常にご迷惑をおかけしましたけれども、長いメールを書きまして、で皆さんそれで一応こういう趣旨でやっていきたいんですみたいな話をして、まあ、そこからが最初の第一歩ということになりますかね。私だけ遅かったんですよね、確か。確かそう、うん、3人声かけられてて、うん、なんか3人でやるんだけどもう1人いてもいいみたいな感じで。あ、マジっすか。それは僕の記憶の中ではそういうふうになってないんですけど、サンバタはセルビアに留学されていて、私だけクロアチアに留学していたので、なんかクロアチア関係のこととかも入れたいのでっていう感じで、なんか駒場キャンパスにカフェで話して、それは鈴木さん実は亀田さんをなんか孤独孤立で就職したとかそういうのじゃなくて、全くそうじゃない。それは、まあ、最初が両手で4人っていうのは頭の中にあって、多分じ、まあ、うまく伝わってないのかもしれないですね、うん、時間的な系列の中で亀田さんに声をかけるのが一番最後になってしまったっていうことなのかな。そうそう私留学してたんですよね、その時多分クロアチアに。それもあったのかな。あ、そうだっけ、大阪にいるとかじゃなかったっけ。いや、たまたまかもしれないです2日ぐらいだった時かもしれないです、うん、クロアチア留学私帰ってきたのが2010年だったので、それで、まあ、開始するっていうことになって、でちょっといろいろ書いてもらって、
送られてきたら、その最初は別に3冊っていうことは全然考えてなかったんですけど、全く1冊のつもりですね。でももう見ると本当に分量がやっぱりかなり多いし、でこれもまあ偽ドイツとかと同じでカラーで、オールカラーで剃らないと本当にもったいないし、で写真をすごい厳選しててもなんかもうなんていうの、もう厳選しきれないっていうか、やっぱだって今ではもう7カ国ぐらいに分かれてる国でしょ。だからそれを1冊の170ページぐらいにしたって相当薄くなっちゃうから、だから一回まとめてもらった時にそれでやろうかなっていう風になった時に、僕がこれ見て、あ、ちょっともう少し分冊化した方がいいんじゃないかっていうちゃぶ台返ししたんだ、そういうありがたいちゃぶ台返しをしていただきます。そうそうそう、だからもうすぐ出るみたいな雰囲気になったんだけど、そこでもう一回半分なんかリセットみたいになって、そこからですね、加湿したりとか、そうそう、それで余裕が出てきたっていうのがよく分かって、で台割りみたいなのもう一回作り直してもらって、でいつもは台割り結構僕もコミットするんですけど、今回の企画に関しては全部みんなでやってもらって、でそうだ、名前を男の子編とか女の子編とかっていう風にしてて、それは僕も全然スムーズにいいなと思ったんだけど、最後の方でやっぱりこれはちょっとその性の役割を限定することになるから、なんか問題が起きるのかもしれないとかっていう風になって、でいや僕はそれは全然心配いらないよって言って、もし何かあったら僕が責任取りますよっていう風になって、まあそれ以降別に特に問題になったりはしてないですけれども、うん、まあそうだ、あ、ありましたね、まあ、このまあ足掛け3年ぐらいで、そう、最初はだから原稿集まったの1年ぐらいで、そこからでもやっぱり一冊じゃんっていう話でね、加湿する形で、でまあ写真も集め直してきて、残り2年ぐらいで、まあ、進めてきたって感じです。そうですね、本を書いている時に最も辛かったことは何でしょうか。辛かったことですか、はい、苦労したこととか。苦労したこと、まあ、僕自身はすごく原稿を書くのが非常に遅いので、もうその例だけですね。そこに、まあ、書くこと自体を楽しんだりしてるけども、それですごく時間がかかってしまうって、そこのなんか時間との戦いっていうところで一番最後苦労したのかもっていうのは、まあ、覚えてまあ、僕が編集してて最後鈴木さんが本当に完全主義者で、でもう凝り性でちょっとの違いとかも全部指摘してきて、それをそれで最後の最後で修正してる僕も結構かなりまあなんていうか高揚してきて、みんなも高揚してるんだけど、そういうしらけてる人もいたりして、亀田さんとか途中でいなくなっちゃったりして、あれはあれですごいまあ大変でしたけど、うん、鈴木さんっていうすごいなんていうか几帳面な方がいたおかげでなんとか来れたなっていうのはありましたね。いや、いろいろご迷惑をおかけしましたね。正面というかですね、まあ、すごい偏狂な、非常になんていうんですかね、はい、ご理性に申し訳なかったな。最後の構成の締め切り間際になると電話がかかると、はい、あ、鈴木さんかなって。電話してたんですか。ページのここはこれでいいですかみたいな、すごい細かいことを言ってくださって、メールよりは電話で、ね、緊急で、あって、今パソコン開きますみたいな感じで、大体そうです、出た月の前の月の電話代、僕の携帯代金を結構言ってます。あ、本当に。そっか、それはじゃあ経費として。いやいや、別ですよ。そういう感じで、まあそれはありましたけど、まあそれも含めて皆さんやっぱり4人いるとそれぞれの個性があってですね、それは僕は非常に面白かったなと思いますし、トピックに対してどういうふうに向き合ってるとか、それもそれぞれ違いますし、それはだから最初その、まあ、最初お話しいただいて4人でやっていくっていう時に考えた、まあ、メリットになるんじゃないかなっていうものがあったんで、まあ、それは最後の最後まで生きてきたんじゃないかなという。あとみんなでまあ、4人いるから、まあ、僕含めて5人ですけど、そのお互い の原稿に対しての意見とか質問とかもやったりして、結構それがそれでなんか盛り上がっちゃったりとかして、で PDF 構成っていうやり方でやってるんですけど、その2回目やった時に桃瀬さんがそのやっぱついつい書き込みたくなっちゃうのが、かなりなんか大量にもう書き下ろしぐらいのなんかやり始めて、残り1週間切ってからとか、でこっちでこれ全部直さなきゃいけないのかなとかって思いながら、であれがかなりきつかったっていう僕のかなり辛い体験がありましたけど、それは
亀田さんは何か大変なことありましたか？すごい長かったので、はい、なんか前に書いた原稿を直すときにどれ見て書いたかなとか、写真どこからどっかにあったんだけどなっていうのがすごい多かったですね。あの本そういえばどこ行ったかな、もうないなとか結構ありました。山崎さん、私はその原稿を書くにあたってはあまり辛さは感じないで楽しく書きました。あ、そうですか。むしろその構成作業とかで、はい、同じ文章を何回も何回も読まなきゃいけないっていうのが今思えば辛かった感じがします。でも読めば読むほどなんか結構間違いがね、最後の最後まで出てきて、で他の3人の文章を読むのはすごく楽しくて、はい、むしろ自分がこんなに知らないんだっていうことを、うん、自覚させられたので面白かったんですが、自分のねちょっとアレな文章をですね何回もチェックのために読むっていうのは本当に、辛い体験でした。確かに自分で書くと客観視できないから他人から言われて初めて分かるっていう。でお互いそうだ、僕の、まあ、思い出ですけど、鈴木さんが最後の方でなんか結構どうでもいい指摘結構いっぱいやっててこれこうした方がいいんじゃないっていうのが、そうかなっていうのが結構多くてうんざりしちゃったっていうのがありましたけど、それも僕のなんかその変な A 型気質の凝り性のせいで、あと、まあ、この際言うけど鈴木さんが独特の略語が結構多くて、ブルトレとかあれが面白かったっていうか、いかに足を引っ張って、カッコがね、カッコで随分あれでしたね。そう、過剰になんか全てをカッコにする癖がこの人あって、であんまり最初の頃は意識してなかったんですけど、読んでるうちになんか鈴木さんだけやたらとカッコ、何でもカッコやってんなと思って、それを全部削除してったっていう、そういう思い出ありましたね。本をお取りになった方は未だに消えてないカッコもあるかもしれませんが、お手柔らかにお願いします。でやっぱり最後の最後までも本当に間違い探しずっとしたけど、結局それでも間違いやっぱあったっていうか、そのまま間違って出ちゃってるのもいくつかやっぱあって、そうですね、うん、皆さんや読者の方には大変申し訳ないんですけども、いくつかそういう、そう、一番情けないのは第3巻最近出たやつなんですけど、本体定価がないまま印刷しちゃったこれはショッキングで伝統にはこのようにそうこうやってあるんですけど、いやこれはね、僕入稿前は必ずその今までしでかしたそのミスリストっていうのをチェックリストあるんですよ。ただ今回なんかそれを見ること自体忘れて、だから これからそのミスリストを見忘れたっていうのもいいですで I love you 語1と2と同じファイルで使い回してたから、だからなんかこういうところでなんか間違いを起きるなんて全然予想してなくて、で印刷所に入稿したデータがそのレイヤーが取れたんですよ。だからこれが間違えちゃったっていう、ね、これは本当にまあ、はい、もう情けない、ね、まあ、でもまあこれはこれでシールも味があって、まあこういう話にネタになるし、そうですね、剥がしても何もないということでよろしいですあとなんかこうすればよかったなとかっていうなんかまあなんていうかな、反省点というか、まあ心残りのところってありますでしょうか？反省点というのは、まあ、やっぱり時間に限りがあってのところで全てとかもあるので、どんどん出てくるっていうのは出てきますよね。だからトピックにしてもあれ入れればよかったなとであるとか、写真に関してはやっぱり最後欲しいなって思うのが集まらなかったりとかいうのもあったりしますし、特に例えば まあ、あんまり上げるとネタがバレてしまうのであれですけども、今回の I Love Hugo 3とかだとベジタっていうそこにありますけども、ユーゴスラビアの味の素的なそういう調味料があるんですけれども、これをの写真を集めている段階でなかなかその時間に限りがあったので、最後全部のものが集まりきらなかったっていうところで、やっぱり画像に関しては僕かなり自分でまあ一応かなり集めるの好きっていうのもあるので集めていたんですけども、なかなかものによってはトピックや項目によっては集まり、これいいのに使えないなとか、権利の問題で使えなかったとかそういうのもあるので、まあ、そこら辺はやっぱりいろいろ後ろ髪引かれるところはありますね。亀田さんはどうでしょうか？私はもう悔いなく完璧ですけどやりきったか、やりきったという感じで、しかも本当健太さんも山崎さんもすごい写真集めてくださって、それに私はかなり頼っていたので、自分の実力では絶対にできなかったようなことさせてもらったな、しかも浜崎さんにもすごい自由にさせていただいたので、はい、確かに
カメラさんなんか女性なのにあのスキャンが結構曲がってたりちょん切れてたりして解像度もすごい低いしで意外と鈴木さんがなんかもう TIFF 画像ってもうすごい重たいので完璧になんかやってて PDF 構成の時私の画像だけ曲がってますっていうのがすごい何回もあって何回やってもまた曲がってますとか言われてそういうのありましたね。私はやっぱりあれも書きたかったこれも書きたかったっていうのばっかりです。もう一冊ぐらいもしかすると書けるかもしれないぐらいです。 I love Hugo 4ですか。それは何編ですか。書き残した編ですか。どうしましょうかね。臨時増刊号とかですか。そうですね、もう1年に1冊の年間とか年間ユーゴ、まあ、せっかくなら月間 I love Hugo ぐらいで頑張れたら毎月もう国がないのにあとは結構あの気づいてる人いるかどうか分かんないですけど I love Hugo 1を出した後に正式にツイッターのアカウントを作ってでそのアイコンがあの普通の旗にしててそれで僕それ見てあこれアイコンにした方がいいやって思ってでやったからちょっとあの I love Hugo 1のアイコンが他のと少し違うっていうのがこれが結構ここの背中のこのところですね。このマーク並べてみると並べてみるとそう。あと1と2が、これ並べると2ミリぐらい何か知らないけどずれてて少しダブっちゃってるっていうのがちょっと気がかりかなっていうのはありますね。並べるとそう繋がるようになるとそうそうあとなんかあのここに戦闘機の写真あるんですけどここ少しあのゴミが残ってるそれとこれはもうどうしようもないんですけどこれ 1,2,3 並べるからこうやってなるんですけど背拍子で並べるとなんか全然並ばないっていうこれがちょっとまあしょうがないんですけどこれはこの3のやつはカバーどうしたらいいかっていうのでかなり揉めてあのピオニールの画像をずっと探しててそうですねあのピオニールの他の写真もいくつか候補があったんですけどもなかなかうまいことはまらなかったんです、まあ、これが一番最後落ち着いて色のバランスも、ね、良かったりとかして服と旗がちょうど合うように野崎さんがやってる偶然なんですよこれ本当にもう本当に結構マギアでしたねもうあれもギリギリでしたねそうそうそう幻のやつがあってあのスロベニアのパンクバンドでピョンディールのファッションしてる女の人があって その人に直接打診してその画像をなんかもらおうかと思ったんだけどどうもいまいちでで僕がその鈴木さんから送ってもらってる今まで使ってないファイルっていうのをずっとチェックしてたらあこれと思ってそうですこれはもうたまたま本当に浜崎さんの方が最後も拾っていただいた形で、うん、あの実はここもう一人いるんですよ女の人がだけどあんまあの書いてなかったからあと黄色と赤でこういう風になった方がいいやと思ってそれでそう、うん、まあまたツイッター等でそういうあの、ね、お店でしまったオリジナル画像あとそうだ亀田さんが I love Hugo って署名がなんか気に入ってないような感じがそうなんです最初 あの話が来て一番最初はユーゴノスタルジーっていうタイトルにしようかっていう話になっててあのメール皆さんでする時も南スラブ教習みたいなユーゴっていうのが南なのでそのタイトルでメールやり取りしてたのでユーゴノスタルジーのイメージが強かったので I love Hugo かなとちょっと思ったんですけど後であの出た後の反応を皆さんから聞いたらタイトルがすごいいいねって言われてやっぱりプロだなと思いましたで今は気に入ってますもちろんどうですかタイトルは、うん、ユーゴで I love Hugo っていう言い方があるんでしょ。まあそうですね、うん、私は、うん、今はあのとても気に入ってますけれどもなんか浜崎さんの作られる本ってダジャレなタイトルっていう先入観があったので、あんまりひねりがないなと最初は覚えてます。あのそうこれ I love Hugo が I love you のダジャレだって気がついてない人っているんだよ。 I love you とかけていた。え、気がつかなかった。今気がつきました。嘘、はい、勉強になりました。ありがとう。あ、マジで
いや僕は気づいてます。普通気がついてますよね。ちゃんと教えておくべきです。いや、私知らなかったの。いや、あまりにもユーゴってものは私にとっては身近なところにあるので、うん、そこまで、そこまで考えが回らなかったですね。そうなんだ。衝撃だ。これかなり衝撃ですね。いや、うちの社長も分かってなかった。あの、うん、あと、I love、あの、2出た時に、I love you 2どうなってるとかって。それは、私あなたの愛してるっていう意味なんだけど、どうなんだろうって。分からない、伝わってない人もやっぱりいらっしゃるんで、いや、あの、ツイッターとかで僕は一応、中の人の役割で、毎日その、I love you 語的なものを検索したりして、まあ、どういう反応があるか見てたりはたまにするんですけど、そうすると絶対 I love you と、I love you 語は、なんか、混ざったりとかしてて、なんか普通になんていうかね、愛してるよ的な写真がいっぱい出てきたりとか、そうするんですけど、まあ僕にとっては結構、あの、最初から普通だったんですけど、まさか。まさかの、意外な。びっくりですね。最初ちょっと、うん、ちゃんと説明するべきですよね。いや、ユーゴを愛してるから、だからこの企画が始まったわけで。で、まあ本出てから本当に、ユーゴを、あの、興味ない人は全然興味ないっていうか、あんま知らない人も多くて。だけど、すごい好きな人本当に好きで、結構熱狂的に好きで、もう今ない国、こんなになんか亡くなった国で愛されてる国っていうのは、ないんじゃないかなと思って、まあ、僕編集者としてあの、まあ、偽ドイツっていうのもそうですけど消滅した国々っていうのもやってなんか分断国家とかあの、まあ、今はない国とかすごい好きで、でそういう中でもいろんなの知ってる中で一番やっぱり際立っててなんか面白くて、でいろんな国際政治とか、まあ、経済とかいろんな視点でハマれる国ってユーゴほどこんなに面白い国っていうのはないんじゃないかなっていうのは個人的に思ってて、だから編集してる本についてすごいハマるけど、でもここまでハマった国っていうのはやっぱなかったかなと思って、すごいいいですね。で、非常に嬉しいですね、うん、なんか僕らにとっては多分おそらく身近というか、ほぼまあ日常との一部になっている地域だったり国だったりするので、あんまりこう客観的っていうのはないんですけども、ユーゴスラビアを研究してるって、あのそういうのはあんまりよく知らない人に言うと何て言われますか。どういうことなんか、ユーゴスラビアっていうのを研究してるんですよとかっていうことを全然その学会とかじゃない普通の人とかにあの説明したりすると分かってくれますか。いやー、まあ人によりますね、まあ、一番多いのはうーんっていう。なんかクロアチアに留学してたとか言うとどこだっけって言われるんですけど、まあ、ユーゴスラビアって言うと分かる人がまあ多いかなって、今の国よりはなんか分かっている人があの場所とかイメージがある方の方が多いかなという感じがしますね。クロアチアって言うとやっぱなんか私あの留学するときにおばあちゃんにクロアチアに留学するって言ったらアフリカに行ってしまうんかね。意外ですね。なんかクロアチアの方がなんか有名そうです。最近そうですけどね、うん。あと僕があの聞きたかったのは、旧ユーゴ諸国の中で一番好きな国はどこですか。好きなとこですか、はい、あ、それは難しいですね。ちょっとじゃあ生まれ変わるとしたら何人になりたかった。僕はなんとなくもうセルビアに留学してベオグラードに長くいたので、まあ、どっちかっていうとなんかセルビア人的になってるところもあるので、ただまあ、 あのユーゴスラビア人になりたいですかね。おお。亀田さんはどうでしょうか。私好きな、まあ、国っていうか、まあ、クロアチアザグレブに留学してたのでやっぱりすごい思い入れはあるんですけど、あのセルビアのボイボジナ自治州っていうところがすごく好きですね。多文化の地域だし、まあ、すごく客好きで行くとすごい歓迎してくださるし、いろんな民族の方がいらっしゃるので、私がアジア人でも一向に関係ないっていうような感じの方が多くて、その雰囲気すごい好きですね。はい、私もどこっていうのはないというかですね、どこということを考えないように、まあ、研究する上ではそれも必要なことなので、やってきたんですけれども、 あるクロアチアのジャーナリストが、第7の共和国という、本を出しました。ユーゴスラビア、旧ユーゴスラビアですね、6つしか共和国がないんですが、第7の共和国っていうですね、バーチャルなその大衆文化空間としてのユーゴスラビアがあったんだっていうことを書いた本なんですが、まあ、生まれ変わるとすればその第7の共和国の、市民に生まれ変わりたいなということにしています。ユーゴスラビア主義者ということでしょうか。あのこれも実際は直接は聞いたことないんですけど、皆さんあの
非党主義っていうか自主管理主義とか非同盟諸国とかを信奉している左翼とかだったりするんでしょうか、イデオロギー的に。僕はあのウォッチングしてるのが好きだから別に守備者ですけれども、あの政治的にもそういうなんていうかな、すごい思い入れがあるとかそういう主義主張に賛同するとかそういうのはあるんでしょうかっていうのは、その前の世代の人たちって結構そういう人とか結構多いですから、うん、あ、まあ僕ね、個人的にはそういうのはあんまりそこまで意識したことはないですかね。あの対象としては面白いなっていうところですけど、まあ、私も主義者よりは趣味者の、スタンスです、うん、私も完全に趣味者ですね。趣味じゃあ、 あとは、まあ、じゃあ好きな国じゃなくて嫌いな国はありますか？それか あんまりなんかこの国はちょっとあんまり興味ないとか、今までそんなに接点もなかったしとか、たまに忘れたりしないですか？専門家でも僕とか、マケドニアとか結構忘れるっていうか、最初の数年はありましたよ、ね、マケドニア忘れたり、あ、マケドニアがやっぱ地味ですか、ね、モンテネグロ忘れたり、あ、やっぱその2つが一番、今はもうないですね、うん、何回も書くと覚えます、ね、そうか。で、均等に均等にですね、まあ特にそれは意識しながらやってるところはあったりはしますけど、ね、あんまりなんか関心がない国とか。私モンテネグロにまだ行ったことがないんですけど、ね、来週ちょうど行くことになって。え、そうなんですか？あ、聞いてない、それ来週行きます、なんでちょっと見てきます。まあ忘れちゃうってことはもうさすがに、ないです。ただ最初のうちはやっぱり、セルビアとかクロアチア、まあ比較的、まあ、中心的であったところにまあ、関心を持って、それがまあ徐々に旧ユーゴスラビアの全体に広がってたっていう感じなので、まあ、その点では、まあ、マケドニアとかスロベニアとかについて、まあ、深く調べるようになったのの方が時間的には遅いっていうのはあります。なるほど。確かにスロベニアも意外となんか盲点というか、当たり前すぎて盲点というか。でも僕も最初の頃はあんま知らなかったけど、ハマっていくうちにどんどんハマってって、逆にあんまり出てこない埋もれてるのがあるじゃないですか、スルプスカ共和国とか、ああいうのにすごいハマって、そういうのを一つのきっかけでやりたいなとかって思い始めたりして、あとコソボとか、どん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 この深みにハマっていくとやばいなっていう感じはしますけれども。あとお聞きしたいのは、隣の国にかなり危険なアルバニアってありますけど、アルバニアについてはどう思いますか？いやー、まあ、僕はなんとなくユーゴスラビアというコンテクストとか文脈を通じてしかよくわからなかったりするの でどっちかというと、まあ、やっぱりセルビアに留学してたのもあって、でコソボの問題とかでを通じてそこを見てしまうところもあるので、うん、ただなんかもうちょっとユーゴスラビアのことをやればやるほど、例えばこの社会主義時代のユーゴスラビアとアルバニアってまた面白い関係にあったりするので、それ今の立場がなくて昔の最初仲良くて仲悪くなったりとか、そういうところの関心はまあありますよね。特に最近っていうのはなかなか難しいかなと思いますけど。亀田さんとアルバニアってなんか全然似つかわしくないっていうか、なんかイメージが、行ってみたいなっていう感じ。行ったことはないです。行ったことないので行ってみたいです。モンテネグロの次はアルバニア。私は何度かアルバニアにも行ってますけれども、うん、ユーゴスラビアと、まあ、同じっていうと語弊があるかもしれませんが、それに近いぐらいの関心は持ってます。はい、別に好き嫌いっていうことはないですね。アルバニア語やってらっしゃる？アルバニア語も、一応勉強はしております。だからこのシリーズ出た後にアルバニアインターナショナルの井浦さんにちょっと寄稿してもらって、でアルバニアとユーゴスラビア二国間関係者のコラムとかあったらよかったなとかって後で気がついて、そうですね、それはお話しましたね。なんでかというと、やっぱ戦後はユーゴスラビアの一つみたいな感じだったんでしょう。あんまり分かんないけど、なんかそんなにくっきり分かれてなかったというか、コミンフォルムから追放されてからポッチェがスターリン側についてっていうのに、そこからどんどん分かれてったからっていうこととかもあって、そうですね、かなり親密な時期ありましたからね。戦争の終わった直後ぐらいの時期には、はい、そのユーゴスラビアの指導部は
アルバニアをユーゴスラビアの一共和国にしようみたいな形で動いてたこともあったりして、うん、でまあ、アルバニアの解放にあたってユーゴスラビアのパルチザンが、力を貸してたりっていうようなこともあったので、その時期は非常に関係は緊密だったはずです。そうですね。だからそれとか、あと僕の中で悔いが残ってるのは、アダルト関係のこと全然入れなかったっていうのが。そうですね。ツイッターで結構盛り上がってたのにすっかり忘れてて、最後の最後に、ちょっと雑誌の表紙みたいのは参加にちらっとだけ出てくるんですけれども、トピックとしては扱いきれなかったのは本当に悔いだと思いますね。で、今日もしだからイベントで実物持ってきた持ってきてって頼んだんですけど、誰も残念ながら本当は持ってんじゃない。あと、そうだ、ちょっと僕が聞きたかったのは、現地でまあ、セルビアとかクロアチアで実際のユーゴスラビア主義者とかと会ったりしたことあるんでしょうか。 あります、うん、今でもあります。ユーゴスラビア主義だ、趣味じゃなくてコスプレとかじゃなくて。あ、いや、うーん、まあ、どこまでってのは難しいですけども、その、うん、あんまりどこの民族とかどこの国によらずに、はい、自分はユーゴスラビアという主義を尊重するっていう意味においては、結構そのなんていうんですか、それがまあ趣味から、はい、政治的まではすごい強い思い感情としてまで結構いる人はいますんで、まあ、そんな多くはないですけれども、あったりしたことはちらほらありますかね。まあ、ユーゴスラビア主義っていうと、まあ、ちょっと政治的なニュアンスを含むので語弊があるかもしれませんが、ユーゴスラビアを懐かしむ人っていうのは、まあ、旧ユーゴスラビア各国の社会の中では、まあ、多数派にはなってないにしても、少なくとも一定の勢力にはなりうるだけの、数がいると思います。で、私自身も、まあ、そういろんな人に会ったりしましたし、特に思い出深いのは、そのディアスポラにいる旧ユーゴスラビア出身者の間でユーゴスラビアへの郷愁というのはものすごく強い、まあ、特にその、まあ、民族共存であった過去というものへの郷愁がすごく強いというのはすごく印象に残っています。クロアチア留学してた時はカフェで、結構汚いカフェと綺麗な小綺麗なヨーロッパ風のカフェ、なんかこう2通りに結構分かれていて、ユーロカフェとユーゴカフェって私は勝手に呼んでユーゴカフェの方に行くと大体砂糖とかももう全部ドンと一つここ包装になってなかったりして、でおじさんたちがユーゴ時代は良かったな、ティトの時はみんな車も持っててっていう話を延々しているっていうようなカフェがよくあって、結構癒されに行ったりしていました。なるほど。じゃあユーゴを復活させようみたいな政治的な動きっていうのは、まあ、現実的にはありえないですね。でも今思うと、その崩壊しないでそのまんま、だから民族の紛争とかしないまんまずっとこういう風になってたら EU に入ってたりしただろうし、なんか無駄な戦争だったんじゃないかなって結構思ったりもしますけど。そこは難しいところですね、うん、まあ、ただ結果としてっていう現実もあったりもするので、こういうアイラブユーゴもそうですし、自分はユーゴスラビアのことを研究していると亡くなってほしくないなっていうのはいつもなんか頭の中にあるわけですけども、うん、やっぱり僕とか研究対象として80年代のこととか90年代のことをやってると、やっぱりその国が維持できないっていう方向も実際その資料の中にはあったりもしたりしましてですね、そこはまあ非常に興味深いところでもありますし、まあ、残念なところでもあるかなと思います。逆にちょっとお聞きしたいのが、ユーゴ主義者じゃなくてセルビアの民兵とか、そういう民族紛争の時に戦った人とか、まあ、それでなんだ、まあ、傷を負った人とか被害者とか、そういう人とかとは実際会ったりしたことあるんでしょうか。さすがないですかね。ありますか、民兵とか、そう戦争、うん、民兵だったって公言した人に会ったことはないですね、まあ、ただ何らかの形で戦争に関わったみたいな人には、話を聞いたりしたことはありますけれども、まあ、人によってスタンスはもちろん全然違って、まあ、未だにナショナリストであることを捨てない人もいますし、ただやっぱりその自分たち戦ったわけですけれども、その何のための戦争だったんだっていう疑問を持つ人はすごく多かったですね。結局戦争によって何が得られたのか自分の中で、分からない、あるいはまあ社会全体としても分からないというような現実があって、今でも生活状況厳しいですし、そういう形であった人、あるいはその前線の向こうとこっち、まあ、敵同士になって戦った民兵同士の方が分かり合えるみたいな
話を聞いたこともあります。同じような恐怖にあって、同じようにトラウマに苦しんでっていうことがあったりして、まあじゃあ今後ユーゴスラビアどうなっていくんでしょうかっていうのは、ユーゴスラビア、あ、もう崩壊したのもうないですね。これから どうな、まあでもこれで本日本で出ちゃって、まあ今がブームのピークでどんどん下降線をたどっていく感じでしょうかね。ユーゴ研究会ってそういうことに対しての悩みっていうのはあるんでしょうか。悩みですか。もうなくなっちゃった国で考古学になるまで待つとかそういうわけでもないか。いや、まあ、なんて言うんでしょうね。ネタ切りにはならないんですかね、この。そうですね。まあ、次が次へと新しい考察が出てくるとか、そういう。研究とか、まあ、そういう研究対象とか、そういう意味での学術的な研究対象という意味ですと、多分、ユーゴスラビアを、まあ、社会主義時代に特化して言うのであれば、今のになってようやくいろいろこう、解き明かされて始めたと、まだ短所についたばっかりっていうことも言えると思いますんで、ですからやっぱり時間、まあ、歴史っていうふうに考えるとある程度時間とか距離を取ってみないと分かんないっていうところもありますから、そういう意味で考えると I love Hugo っていうのはむしろ終わり、これでやって何もないというよりはむしろスタート地点に実はいるものかもしれないっていうのは僕自身は思っていますが、どうですかね。それ、全くその通りだと思います。ユーゴスラビアがないからユーゴスラビア研究ができないと考えてしまうと、古代ローマ帝国の研究はできないわけで、それを考えればですね、これからどんどんたくさんの観点あるいはどんどんたくさんの資料が現れてくるわけですから、ますます盛んになりこそすれされることは、ないんじゃないかなと、希望しています。私もそうですね、私は個人的に研究が共産主義文化の複数性というテーマでやっていて、ソビエトと基本的に比較というテーマでやってるんですけれども、他の共産圏と比べるときに、やはりユーゴは共産圏と言えるのかどうかというところも微妙という立場ですけれども、そういう中でやはりでもやってることはかなり似ていることを、例えば5カ年計画、計画経済ですとか、いろいろな似たようなテーマのこととか、授業ですね、やっていたので、そういったところの比較なんかやっていくと面白いなと私は個人的には思っています。じゃあ I love ユーゴ4もあり得るということでしょうか。私があればぜひと思いますけど、まだちょっとそれは また今後皆さんはこれからどういうことを研究されていくんでしょうか。僕自身はずっと今特別なんていうんですかね、博士課程出た後まだ研究続けているので、基本的にはずっと I love ユーゴというよりはむしろユーゴスラビアが崩壊する過程、1980年代末とか1990年代初頭についてのことを、ずっと見てたりはするので、引き続きそれを考えていきたいなというふうには今、ただこの I love ユーゴをやらせていただくことで非常に自分の研究にとっても大きな発見というか、いろんなもなんていうのヒントとかそういうアイデアが得られたので、これをもう一回今度は、これはかなり一般書というか自伝的な概説書という形ですけれども、それをもうちょっと自分の方にも生かしていければなというふうには考えております。私はちょっと研究テーマ、今ソ連の宇宙開発のこととかをやっていてちょっと離れているんですけれども、あとでもやりたいなと思っているのが、そのティトーという一種のカルトの存在と、その表彰みたいなものを他の国とかと比較したいなと思ってます。ですごい面白いなと思ったのが、パレードなんかで、パレードとかスタジアムでみんなで大行進とかマスゲームするんですけど、そういう時に女の子がみんなティトーの顔がついた T シャツなんかを着ながら踊ってたりするんですね。でなんかチェゲバラ T シャツみたいな感じでちょっとバカにしてるように日本人からすると思えちゃうんですけれども、日本でそれ想像すると絶対ありえないと思うんですが、それが一種のカルトの表彰だったということで、そういった意味で他の国のプロパガンダと比較したりしたいなというふうに思っています。私もいろんなことに、興味を持っていますけれども、一つ、特に興味を持っているのは、ちょうどこの本とも関わるところなんですが、社会主義体制あるいはその前の王国時代において、そのユーゴスラビア文化っていうものが、どう位置づけられてどう表彰されていたのか、特にそれがその大衆文化の担い手たちの中でどう捉えられていたのかっ
ていうあたりをちょっと、今勉強しているところです。なるほど。じゃああと、まあ、時間も少ないんで百瀬さんからメッセージいただいてるんですけど、これをちょっと代読しようと思います。本日は同志の皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日は参加できず失礼しました。ランコビッチやジラスのように粛清されたわけではありません。私は2で担当記事が多かったのですが、反省点としては書きすぎたなぁと思ってます。写真のないページを作ってしまったので、浜崎さんもあちゃーと思われたのではないでしょうか。あとは参考にしていた文献の記録の数字が全然違うことを最終校周辺で発見したりしてしまって、これも浜崎さんや鈴木さんにご迷惑をおかけしました。個人的に印象に残っている項目は柔道とレスリング、普段は全く関わりのない分野ですが、それだけに新しい発見がありました。執筆時については画像収集や構成作業における鈴木さんの対応が素晴らしかった。秘密警察が国家の悪口を言う人物を追跡するような、そんな変質狂的対応のおかげで本書をあやどる多くの画像が集まり、それゆえに三冠シリーズになったわけですから、旧ユーゴ諸国は彼に人民英雄勲章を与えるべきでしょう。ではでは懇親会も含め存分にお楽しみくださいというメッセージをいただいています。でまあ、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今百瀬さん毎日のペースでその彼のブログで融合関係の結局掲載しなかった原稿とかですね。そうです、あれはまあお蔵入りのものです、ね、しちゃったやつをアップしてて、それでタイマーでセットして7時40分にアップするとかって言ってましたけど、もう過ぎちゃいましたけど、なんか特別になんかアップしてくれたらしいんで、ライブトーク記念のなんかまた更新があるみたいなので、またご覧いただければと思います。あと本当は今日ねプロジェクターでカメラさんがすごい素敵な動画をなんか流そうとしてたんですけど、できなかったんですけど、それも後でツイッターかなんかで紹介してもらっていう感じなのと、質疑応答とかに時間大丈夫ですか。まあ、はい、じゃあお客さんの中でアイラビューゴの著者にぜひこれ聞いてみたいっていう質問とかある方いらっしゃったらお聞きしますんで、どうぞ。はい、本日ありがとうございます。ベルリンの壁も崩壊も知らない世代で質問も恐縮なんですが、ティトーの影響力っていうのは、そのティトーが死んだのがきっかけであるし、その内戦になったっていう、まあ、池上彰かなんかで見た覚えがあるのですけれども、やっぱりティトーの影響力っていうのは非常に大きかったんでしょうか。そこは非常に難しいところであると、何か一つっていうのはまあ難しいと思うんですけど、僕が今の話を聞いて思うのは、まあ、特によくある否定的に見れば独裁者と言われたりしますし、よく言えばカリスマ性があって国を統合する、まあ、シンボル的な意味を果たしていたというのはありますが、ただそういう実際のその国家のそのイメージというか、みんなのこう統合させるというか結びつける働き以外に、僕は地頭の影響力って重要だったなと思うのは、その調整力っていうところがあったと思いまして、その党指導部内ないし、その党内各共和区いろいろ、まあ、党組織があるわけですけども、何かこうごたごたがあった時に、地頭が生きている時は彼を中心にして何らか結論をまとめる、そういうまあ、とかいくつかあったわけですね。で、地頭が出てくると他の共産党指導もまあ黙るというか、まあ、しょうがないというか、まあ、そういう一つのですね、なんか何らかの、まあ、議論をまとめるような働き、調整力というのの意味を持っていたの で、それが地頭の死によって失われたっていうのは、その後のユーゴスラビアの、まあ、崩壊というか、そこで結局その80年代というのは民族対立というよりは何らかの政治的な物事を決めなきゃいけない時にうまくまとまらない、でそれが民族ごとの考えに収束していってしまうというところがあるので、そういう意味では、まあ、地頭の影響力というのはあったんじゃないかなと考えております。なるほど。他に誰か質問ある方いらっしゃいますか。あ、どうぞ。 ありがとうございます。ユーゴスラビア人民軍の名称が、まあ、
人民解放軍から名前があの戦後になって途中であの人民同じ人民軍は人民軍でも一回変わってると思うんですけど、あの何でしたっけ、あとでだったらユナですけど、ユナになる前が L ですよね。リューディの方を確か使ってましたっけ、ナロードになる前。あれあのなんかあの同じ民衆とか人民っていうのも少しニュアンスが違ってくるんでしょうか。ですね、おそらくあのユーゴスラビア人民軍自体はあの最初からユヌアなんですが、あの、まあ、セルビアクロアチア語でいうユーゴスラフェンスかないしユーゴスラフェンスかナロードナルミア でそれのスロベニア語に訳す形がユーゴスロバンスカ・リュツカ・アルマーダでユールアなんですね。だからあの基本的には同じものです。言葉が違うだけっていう感じだと思います。さすがユーゴスラビアを、あのユーゴスラビア風の発音で言うとどんな感じですか。あのセルビア、クロアチア語で言うと、じゃあクロアチア語からユーゴスラビア、おお、ユーゴスラビアユーゴスラビア、ちょっと下手ですね。誰が一番うまいんでしょうか。あの一番うまいのは山崎さん。私のセルビアクロアチア語の先生なので先生とご一緒できてとても嬉しい。そう、師弟関係にあるっていうことですね。そうダイレクトなことではなくて、あの私が一番最初にセルビアクロアチア語の授業を受け持った時にたまたま亀田さんが、学生としていらっしゃって、大変迷惑をかけたという思い出があります。でもあのユーゴでユーゴのなんていうかな、あのクロアチアだ、クロアチアってフルバッカって言うんでしょ。それはなんか日本語で言うとなんか変じゃないですか。フルバッカ、え、フルバッカ、フルバッカ、アラブ、フルバッカ。クロアチア人にそれは日本語からするとなんかフルボッコとかなんかバカリとかって言ってるみたいなんだよとかって言ったことありますか。フルボッコに聞こえると思ったことがなかった。いやなんかあの違うような気がします。かボイボジナとかもなんかイボジみたいな、なんか結構変な発音が多いなとかって。でもバカがおばあちゃんっていう意味だったり、なんか、いろいろ変なのありますね。リンゴがヤブカとか。ああヤブカです。僕だってあのティトーのティトーが英語でティっていうの乳首でしょ。だからそれでなんか。アメリカ人とかってティトーのことをなんか乳首っていうイメージとダブんないのかなって結構思ってて、それ聞いたんですけど、なんかアメリカ人の反応鈍くてティトー知らなかったのかな。まあそれはまあ別に大した話じゃないんで。いやちょっとダジャレが好きだったから。で僕自身実はこんなにすごいなんていうかツイッターとかでユーゴの話とかしてるのに一度も行ったことないし、バルカンすら行ったことないし、だから行きたいなと思ってて、セルビア大使館に行きましたけどね。2人で行きましたね。そう、行って、それで僕途中で帰っちゃったって。あとあの思い出話、僕メモってて、これ言いたいのはあの2回目の契約書があの毎回間違えて、直したのが間違えて3回目の契約書間違えてっていう失敗談があった。あとなんか失敗談思い出とかあります。あと僕亀田さんとあの東大で打ち合わせする前に交通事故に遭ってあのトラックに轢かれて、でその時亀田さん の電話番号知らなくてどうしたらいいか分かんなくて、でメールして、でも結局回復して行ったんだ。で今交通事故に遭ってきたんですよとかって言って、でも電話番号が分からないからもう慌てて来ましたって。そうそうそう、いやいやもうゆっくりしてくださいよって。そういうなんかねありましたよね。あとアイラブユーゴさんの最後の構成の時に私がインフルエンザになって、もう下半の一番ね、これから一番大事な時にこの3日でっていう時に、そう、私はもう先生離脱しますっていうメール、うん、あれは仮病とかだったんです。そうだ。その後回復して、回復したけどなんかまだちょっと体調悪かったみたいで、その辺は、ね、無理をしてやったの。最後僕が電話している時もね、体調悪い中対応していただいて申し訳ないです。頭痛があって、すいませんとは言ってましたね。
まあだからすごい4人で5人でやったから、まあ連帯感もすごいあるし、友愛関係っていうかね、本当にユーゴハマって本当に友愛と統一じゃないですか、うん、みんなで感極まってましたもんね。特に僕と鈴木さんが結構なんていうかな、感受性豊かだから、他の人たちはなんか結構スルーが多かったんですけど感受性担当みたいな。そうで2人で1回ね、あの打ち合わせがてらなんていうか、2人だけのなんか祝いみたいになっちゃって4時間ぐらい話し込んじゃった。まあそんな感じでしょうか。特に質問なければ。あ、ごめんなさい。あとあのこの後懇親会があるんですけど、あの事前にあの予約してなくて今日行ってみたいっていう人っていますか？何人か融通できるらしいんですが。いくらぐらいですか？3500円です。じゃあ、はい、じゃあ、はい、大丈夫です。あ、じゃあ一人、あのセルビア人がいらっしゃるみたいです。じゃ あ, あのこんな感じで I love you go トークイベント、あの紀ノ国屋新宿南店フラットスポットで、まあ、これで終わりということで、本日はどうもありがとうございました。